マリエントスタッフの山本と申します。今月6月2日に八戸の白浜で採れた白いナマコを一般の磯島さんから登記贈いただき展示をしております。今回白い理由っていうのがアルビノといって、遺伝子の突然変異によって生まれながら色素が欠けてしまったっていう理由もあって白くなってしまったというふうにも言われておりますので、また少し普通の個体とはまた違ってくるのかなというふうにも考えております。大切に飼育をしてできるだけ多くの方にご覧いただけるように行っていきたいと思っております。現在マリエントでは白いナマコをはじめ、対の仲間たちという展示も行っており、あとは今ですとトワダコヒメマスの稚魚の展示も行っております。お客様に楽しんでいただけるような企画を準備しておりますので、ぜひマリエントにお越しいただきたいと思います。お待ちしております。